崎がシーズン中に何回もメンタルスタボロになってる時があったね。はい、ありましたね。そこからこう合わない合わないでどんどんこう合わなくなっていく。プロ8年間で、はい、もうほぼほぼ怪我せず。そうですね。459イニング。すごいよこれ。毎年50試合以上はまあ間違いなく投げてっていう計算ね、平均したらね。でこれまた強い体っていうね、そこのイメージも多分ついてきてると思うんだけど、どうなのその、なんでこんな怪我しないの？僕体も硬いですし、なんて言うんだろうな、特殊な動きをするかって言ったら、まあインステップもしてるし、正直説明がつかないっていうか、なぜか元気なんだよ。はい、もう肩肘も丈夫っていうか、こう怪我せずですね、ここまで来れたし、まあ小さなトラブルはまあつきもんだと思うんであるんですけど、幸い大事には至ってないっていうか、本当に産んでくれた親に感謝。まあそんな、そう、結局そこにつきます。まあそうですね。じゃあこれといっても、はい、他の選手と同じようなフィジカルの作り方も同じようだったらちょっと違くなっちゃうけど、自分でもそこには気づけない。特に変わったことはしてないです。一杯10万円ぐらいする特殊な水飲んでる。怪しい水を飲んでるからとかって言われたらどうしようかなと思ったけど、何か特別なことをしてるわけではないんで、うん、ただ投げたやっぱりそのシーズンオフにはやっぱりしっかり休息入れて、うん、作り直す時には入念に準備はしてます、ね、うん。いやー俺もね、リリーバーってすごいと思う。だってさ、はい、もう5、60試合投げて、その他の試合も、まあ、ブルペンに入って投げたりしてさ、はい、まあ、野手とほぼ一緒よ、はい、リリーバーは。レギュラー陣とも毎試合さ、準備してさ、ほんでシーズンオフがさ、まあ、クライマックスとかもいろいろあったら、はい、11月ぐらいからか、12月、で1月になったらもう実質それ始まる。そうですね。ちょ、2ヶ月で、これ休息取って、その1月までのまたその土台も作って、イベントもやってでしょ。それ8年やるってすごいと思うよ。ま、でも、やっぱりどこかで、支えてくれてるトレーナーの方々もいますし、うんうん、献身的に考えてくれるコーチだったり監督だったりの配慮があるんで、ここまで大きな怪我もないですし、うん、それこそ準備の段階ではもう本当にこう、また始まるかっていうか、うん、こう、うわーって思いますけど、始まってみたらもうそんなこと言ってらんないっていうか、うんうん、まあ、そういう心情でこうスタートしてますよ、ね、気持ちもね、スケジュール気に、なってますね。でね、俺この、まあ、野菜が今回出てくれるっていうと、はい、これだけは、はい、まあ、聞こうと思ってたことがあって、はい、まあ、要はこれ、ここからが本題ですよ、はい、今までの全部この前置きなんで、はい、そうなんですか。今までのが自己紹介っていう。そうなんですね。はい、本題を。本題を。でも今回、はい、俺思ったのは、その体の強さもあるんだけど、はい、矢崎がシーズン中に何回もメンタルスタボロになってる時があったね。はい、ありましたね。で、これはまあ、矢崎ファン、ベイスターズファンだったら、当然気づいてると思うんだけど、はい、2回ぐらいあったと思うの。はい、大きな、こう、ちょっとうまくいかない。はい、まあ、それはさ、まだ1年目、ぐわーん行って、うん、2年目、はい、あれっていう感じになったと思うんだよね。はい、その1年目ほど簡単に抑えれないな、みたいな。うん、で、あの辺は、もそうだし、2020年か、はい、ファーム行きましたね。行って、はい、50試合も行かなかった時か。行きませんでしたね、40と。そこでさ、はい、なんで戻ってこれんのかなと思って。普通そこから、まあ勢いでガーっていった選手ってさ、そのまま一回落ちていくか、はい、まあ上がるのに時間かかるかとかさ、あると思うんだよね。で、スタイルそんな変えずに、ね、同じスタイルで戻ってくるじゃん。あれ何が起きてんの？自分の中で。まずその、結果が出ないことに関しては、やっぱり何かのちょっと、本当に小さな歯車が合ってないんだと思うんですよね。うんうん、で、そこからこう合わない合わないで、どんどんこう、合わなくなっていく。で、うんうん、負のこうスパイラルじゃないですけど、悪い方向にどんどん行っちゃう。うんうん、で、なって、結果、もうどうしようもなくなってしまったシーズンもありましたし、うんうん、逆にそこで戻って、
ってくるっていうところは、正直ですけど、これが言い方として合ってるかどうか分かんないんですけど、まだできるってずっと思ってて、やっぱり結果が良くない時も、いやこんなもんじゃないっていうふうに思ってるんですよね、どっかで。でやっぱりファームにいても、いやいやまだできるから大丈夫だって自分のことこうずっと信じてるっていうか、心情はやっぱりそういう感じですかね。あとはフィジカルは全然問題はないんで、あとは気持ちと体がちゃんと一致して、こう一歩一歩自分の体で踏めるようになるまで、どうやってこう自信をつけていったり準備ができたりっていうところなのかなって思います。なんで打たれてもうダメでもうお手上げかっていう状況には未だになってないんで、これまでも何度もこう這い上がってこれたっていうか、あのシーズンぐらいか、2020年ぐらいか、そうですね、ちょっと自分が厳しいんじゃないかっていうところですよね。まあ俺もね、何度も言ったと思うしけど、はい、ほら九州をもう一個どうなんてね、はい、話してたんだけど、でもまあいろいろね試したよね。だからナックル、ね、オールスターで投げれるぐらいなんだからさ、まあ器用だと思うんだけど、意外とその、まあ、カットも投げてたし、はい、投げてましたね。カーブも投げてましたし、投げてたよね。スライダーも投げてましたし、結局シーズン中あんま投げなくなってる。なくなってで、ツーサイドピッチになりましたね。結局そうなんだけど、でもその一番きつかったその2020年あたりか、あの辺もスタイル変えずに戻ってきたあたりがすげえなと思って、俺はあのあたりで、まあ、5、6年投げ続けて、はい、そうですね、まあ、その辺のガタが来てんのかなとか思ったわけ。まあでも、意地ですよね。なんかやっぱり、金属疲労って絶対言われたくなくて、体の衰えももちろんあるじゃないですか。やっぱり僕も今年30の年なんで、けど、じゃあ今まで投げ続けてきたからもう安明の潮時なんじゃないのっていう方もいらっしゃいましたし、解説者の中には、もう厳しいんじゃないかとか言われることに対して、本当に悔しさを持って、もうふつふつと家のもうリビングで、こんなこと言われてたまるかって絶対こんなもんじゃ終わらせねえかなって思いながら思いながらね、はい、でファームにいた時なんかは悔しくて試合見たくない時だってあるじゃないですか。でもこうやって見た、今日も試合見るみたいな、で山崎康明不在ですみたいな、いや不在っていうかもう俺行きたいしみたいな、投げさせてくれよみたいなそういう状況でもうずっとやってましたから、まあそういう意味では気持ちはずっと折れてなかったですね、これだけは言えるかなって思いますね。そっか、でもやっぱそこにはフィジカルの強さも大事だったんだろうね、今思えば。そうです、ね、あそこでさ、はい、なんかどっかやっぱおかしいっていう、はい、逃げる選手意外といるじゃん、はい、そうですね、調子悪くなってさ、おかしいって、ね、だけどそこでもさ、矢崎はあの体が強くて、打たれるんだけどボールは150球投げれるし、打たれるんだけどツーシームは三振も取れるし、でも打たれる時だからのそれがボール1個浮いちゃったり、ね、そうですね、はい、しちゃうだけっていうのが、まあ、このプロの厳しさではあると思うんだけど、ね、俺はでもその矢崎見てて、はい、このまあ言ってもこう2つのね、ストレートツーシームで、はい、当時の佐々木大魔神さんですよ、はい、まっすぐフォークを彷彿させるような、今250セーブ目の前にしてさ、はい、いやーよくあそこ2回ぐらい、持ち直したよなーって。だからいい時はさいいんだけど、野球選手の難しさってさ、その落ちた時にもう一回こう戻してくる、あの辺の難しさが多分一番じゃないかなと思って。難しいですよね。それこそ気持ちで言ったら不安な気持ちで毎日過ごしますよね。なんか何かを変えない方がいいのかとか、ありますね、変えない方がいいのかとかさ、まあ野手だったらフォームとかもそうなんだけどさ、はい、そうですね、まあだからそこが俺は安明、まあ、山崎康明、はい、守護神としてのこう選手としての価値かなって。抑えてバッとバッと盛り上げてファンサービスしてっていうのはもちろんすごいことなんだけど、その矢崎ってその意外とこう野球選手の深みがめちゃくちゃ出てきてるかなっていうのは、山があったからこそ、あの辺とかね、選手の存在も大きかったと思うし、ベイスターズのリリーバーっていうのは熱い選手がやっぱ多いよね。そうですね、1年契約しましたので、はい、長くこうプロ野球をこう見るタイミングが出せると思うんですよ、長くこうまあ経験されて一人さんに、はい、聞きたいことがあればなと思って、はい、ないだろう聞きたいことなんて、いっぱいあります、よく言うわ、いっぱいあります。